ジャック・アダマール・ジャック・サロモン・アダマールはフランスの数学者である。1896年に素数定理を証明したことで知られる。アダマールはフランスの高等師範学校でエミール・ピカールの下で学んだ。歴史的にユダヤ人であったアダマールは義兄であったアルフレード・ドレフィウスの冤罪事件に個人的に関わった。これ以降政治的な活動を行うようになり、 ユダヤ運動に対する忠実な支持者となった。アダマールは、1896年から、ボルドー大学教授、1909年コレージュドフランス、ソルボンヌ大学教授を務め、1912年から、エコールポリテクニーク、1920年から、エコールサントラルパリで教弁を取った。彼は、変微分方程式の理論において、適切問題のアイデアを導入した。 また体積に関するアダマールの不等式、またアダマール変換やアダマール行列にもその名を残している。量子計算におけるアダマールゲートもこの行列を用いる。彼の学生にはモーリス・フレシェ、ポール・レビ、シュレーム、マンデルブロ、アンドレ・ベイユラがいる。著書、数学における発明の真理でアダマールは数学的思考プロセスを記述するために内観を 用いた。言語と認識を識別する他の著者と異なり、彼は自身の数学的思考を言葉を用いずに、しばしば問題に対する解放全体を表現するイメージを伴って表現している。彼は1900年当時の指導的な物理学者100人に対して彼らがどのように自分の業績を成し得たかを調査した。多くの回答はアダマールの方法と全く同じであり、 また数学的概念を色として捉えているという回答もあった。アダマールはカールフリードリッヒ・ヒガウスやヘルマン・フォン・ヘルム・ホルツ、アンリ・リポ・アンカレといった数学者、理論物理学者の経験を突如として自身の内から湧き上がってくるものとして完全な解放を認識できた結果と表現している。同様の主張はデニス・ブライアン、G.H. ハーディ、ファンデル・ベルデン、ハロルド・リュエグ、 アウグスト・ケクレ、ニコラ・テスラなど多くの著述でも見られる。アダマールは5段階からなる、クレアム・フォーラスの創造過程モデルのうち、4つの、ステップを持つような思考過程を記述した。このうち最初の3段階は、ヘルム・ホルツによっても提唱されている。著名な精神科医、カール・ユングの同僚であった、マリー・ルイーズ・フォン・フランツは、このような無意識化での科学的発見において、 常に繰り返される重要な要素は、完璧な解放が直感的に認識されるという同時性であり、それは後に論証的に検証されると述べている。彼女は、ユングの原型はそれらが、イメージやアイデアを組織化する能力を通じてのみそれら自身を明示し、それは常に後になって初めてわかるような無意識の過程であるという言葉に、基づき、原型もしくは、 イメージとして解放が示されると考えた。アディマル・リオン・やアーミとアルバート・アインシュタインは一般相対性理論の回を夢で見たという。ハーディは実著でシュリニバーサラマヌジャンがどのように突然ひらめく瞬間を得たかを引用している。ありがとうございます。